寒っ。ドナルド、着替え。わっわっしょ、あっあっしょないぞ。そらは寒がりだね。あ、いや、俺南国育ちだからさ。ほら、どんどん凍っていってる。ドナルドの魔法じゃないよね。ハートレスの仕業かな。そうかもな。行ってみよう。あの人、悲しそうな顔してた。何かあったのかな。ハートレスの私、事情を聞いてみようか。うん。ちょっと待って。あなたたちはどこから来たの。うん、俺は、その、ちょっと遠くの南国から来た、ソラ。はあ、ドナルド。ルフィだよ。もしかして戴冠式のお客様。え、そうなんだ。それで君は。エルサ、アレンデールの女王エルサです。え、女王様。ここにいるのは危険。町に戻ってください。でも女王様がこんな雪山で一人きりなんて、何かあったんじゃないの。帰ってください。一人になりたいの。誰も傷つけたくないから。そんな、一人になりたいなんてよっぽどのことがあったんだろうけど。僕たちはいつも一緒だよね。旅は面白くって危ないこともあったりするけど、3人で力を合わせて乗り越えてきたよね。だよな。でもまあ、怒りんぼのドナルドとはたまに喧嘩になるから、一人になりたいって気持ちもわかるかな。あっ、あっちのセリフだよ。もうやめて。エルサ、これって…ハートレスだ。ここは俺たちに任せて、エルサは逃げて。エルサ、大丈夫だった。あの、ひどいこと言ってごめんなさい。助けてくれてありがとう。危ない。その力、やっぱりエルサだったんだ。見たでしょ、私はこの力のせいで人を傷つけてしまうの。
でもハートレスは闇の魔物だよ。さっきも言ってたわね。それは一体何なの？ハートレスは人の心を狙ってどこにでも現れて悪さするんだ。人の心を狙う魔物だから危険なんだ。エルサは自分の家に帰った方がいいよ。私に帰れる場所はないわ。心まで傷つけたくないもの。エルサ、そうならないように私は一人で行くの。一人じゃ危ないって。あ、お願い来ないで。エルサ、エルサは強い人みたいだから大丈夫じゃないかな。気があるんだよ、一人にしてあげよう。そうだとは思うけどさ、最初に見かけた時の表情が気になるんだよな。女心がわからない子ね。放っておいてあげなさいよ。お前はって格好は機関っぽいけど誰だっけ？ちょっと、ああ忘れてるのか。私はラクシーヌ。もう忘れないでね。ともかく彼女のことは私たちに任せとけばいいから。知ってる？知らない。でもなんだかかわいそうだから知ってるふりをしといてあげれば。寺じゃないならどうでもいいんだけどな。ちょっと聞こえてるわよ。エルサをどうするつもりだ？どうするつもりもないわ。あんたたちにうろつかれてたら目障りだから、しばらくここでいい子にしてって。私の専門外だけど。ラクシーヌ！出口はないのかな？どうしよう。とにかくここから出ないと。エルサのこと心配だよね。ああ、何もしないとかラクシーヌは言ってたけど、機関の言うことなんか信じられない。絶対何かと思われる。急ごう。
何かガチャッとハマった気がするぞ。これがわしかといいね。エルサは？確かあっちの方へ行ったよね。うん。よし、行こう。降り始めた雪は足跡消して真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだと戸惑い傷つき、誰にも打ち明け悩んでた、それももうやめよう。ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分になるの。何も寒くないわ。あった。悩んでたことは嘘みたいね。だってもう自由よ、何でもできる。どこまでやれるか自分を試したいの。そうよ、変わる。なんかすごい場面に立ち会って感動してる。あれエルサだよな。別人みたい。何か吹っ切れたのかな。あ、行ってみよう。のぞき見なんて趣味が悪いわよ。ラクシーヌ、お前らこそエルサにつきまとって何が目的だ。へえ、勇ましくなったもんね。確かに私たちは
彼女の動向に関心を寄せてる。新たな純粋な光の心の持ち主、ニューセブンハート、それを探してるの。光の中で光を見出すのは簡単じゃないわ。だから相反する闇から見ることでその姿があらわになる。でもエルサは少し違うみたいね。見て、あの荘厳な氷の城、彼女が封じ込めようとしてきた力で築き上げたの。それは闇に通じる力。エルサが闇の力を使うはずないだろ。今はまだどちらともつかないわ。自らの捉え方次第ね。力をよこしまなものと捉えればそれは闇に染まる。そして彼女は自らの心を解き放つために力を受け入れた。果たして彼女の行く末は光か闇か、興味深いと思わない？お前たちの興味なんか知らない。エルサを闇に落とさせるものか。それは彼女の心が決めることよ。あんたは干渉しすぎなの。それじゃあモテないわよ。ラクシーヌ。男の子ならおせっかいばっかりしてないで、時には黙って見守ってなさい。ドナルド、グーフィー、大丈夫か？大丈夫。平気みたい。もう一度エルサに会って話をしないとな。氷の力のこととか確かめないとね。ああ、ラクシーヌに言われたことは言っちゃダメだよ。そうなの？秩序だからね。そう、秩序。ああ、わかった。うん、ちょっと待って、この音って。なんだこれ、
変なのが落ちてるぞ。青いのと緑、緑はいいね。あと黒、黒？ああ、黒も意外といいかもね。あれ？もう茶色のツンツンは合わないね。雪だるま。雪だるまがいなかった？雪だるま？うん、面白い雪だるまでさ、喋って歩いてたんだ。雪だるまがあるのは偉いでしょ。それでも見たじゃない。夢だったのかな。またどこかで会えるんじゃない？エルサのところに行くまでに見かけるかもね。あ、そっか、エルサに会いに行くんだった。行こう。早くエルサに会いたいな。きっと優しくて、あったかくて、いい人なんだろうな。ほら、やっぱりいただろ。喋って歩く雪だるま。どう見ても雪だるまだね。よく見てみよう。うわ、本当に動いてるよ。どうやって歩いてんだ。多分この足で。あなたたちはオラフの知ってる人？うん、知らない。青と緑とツンツンに知り合いはいないよ。ツンツンって俺のこと？てか、なんで俺だけ色じゃないんだよ。俺の名前は空だぞ。あ、そう、緑のグーフィーだよ。私はアナ。知らない人だけど、悪い人たちじゃなさそうよね。俺はクリストフ、そしてこいつはスベン。よろしくね。あなたたちはどこへ行くつもりなんだ。俺たちはこの不自然な冬を終わらせに行くんだ。そのために姉さん、エルサに会いに行くの。姉さん、エルサ。僕たちもエルサに会いに行く途中なんだ。姉さんのこと知ってるの？うん、ここに来る前に一度会って、何があったのか詳しく教えてくれないか。もしかしたら大変なことに巻き込まれてるかもしれないんだ。姉さんが？それは本当なの？いいわ。なぜかあなた、空って言ったわよね。空は信じられるって気がする。俺も同じ風に思ってた。ちょっと長くなるけど、いい？うん。そうだ、スベンが腹を空かせてるみたいだ。俺たちはちょっと食い物を探してくるよ。行くぞ、スベン。ねえ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 、何が始まるの？何？何が始まるの？さあ、オラフ、俺たちはあっちだ。スベンと？ねえ、トナカイのスベンは？ああ、スベンも一緒だ。スベンも一緒なんだね。私たち、小さい頃はすごく仲良しだったの。だけど、ある日突然、エルサは私を避けるようになったの。エルサ、雪だるま
作ろう。ドアを開けて一緒に遊ぼう。それきり姉さんとは長い間会えなくなって、エルサの戴冠式の日、久しぶりに会えて、昔みたいに話できると思ってたのに、私のわがままで言い争いになって、興奮してこれまでの不満や不安をぶつけたら、姉さんは拒むように魔法の氷を放ったの。私が怒らせてしまったせいだわ。ねえ、ドアを開けて心配してるの。会いたいわ、そばにいれば支え合える。二人で、私たちだけで、これからどうしていくの。雪だるま作ろう。そして雪と氷だけ残してお城から出て行ってしまった。私はエルサを連れ戻したいの。エルサのことを大切に思ってるんだな。そうか、あの表情はそういう意味だったんだ。リクが前に姿を消した時と同じ。大切な人だからこそ一緒にはいられない。エルサもアナのこと。アナならきっと仲直りできるさ。え？うん。大変だ！来てくれ！ん？何があったんだ？見てくれ。それがわがじ？枝じゃない。まあ枝っちゃ枝だけど、オラフの腕なんだ。またバラバラになってしまった。バラバラ！バラバラで平気だぞ。平気よ、雪だるまだもの。集めてくっつければ元通りよ。元通り。面白そうだね。その辺に散らばってるはずだから、ソラたちもオラフを探すのを手伝ってくれ。わかった。いいよ、その調子。最初に近づいてる。意味が見れてわからないよ。あ、わわ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 。あ、ダメダメ、見つかっちゃうよ。オラフじゃ、オラたちあるよ。やあ、ソラ。オラフ、大丈夫だったか？このままずっと見つけてもらえないんじゃないかと思ったよ。そんなわけないだろ。さっきオラフの足が走っていくのを見たよ。オラフの足だ。すごく素晴らしっぽいから待ってみろ。へっ、捕まえた。やったね、ソラ。これどうだよ。くっつけてみればわかるんじゃない。これで全部だよな。うん。穴のところに持っていこう。みんな、ゆらゆら揺れちゃってどうしたの。オラフこそ大丈夫？ほら、倒れちゃいそうよ。いや、大丈夫。ああ。やっぱこれじゃなかったよな。こんなだっけ。形はこんなだったよ。あ、すごい。これで全部だよな。うん。穴のところに持っていこう。あれ、アナ、みんなもどうしてそんなにちっちゃくなっちゃったの。違うわよ、オラフ。あなたが大きすぎるの。本当だ。最高の景色だよ。違うよね。気に入ってるのに。やり直し。全部オラフに見えるよ。ずいぶん汚れてるな。転がった時に汚れたのかもね。そうそう。これで全部だよな。うん。
アナのところに持っていこう。あー、こんがり焼けて、これで僕も小粋な夏の男の仲間入りだ。なあ、落ち着いて聞けよ、オラフ。いいじゃない、オラフが納得してるんだから。でも雪は白い方がいいかな。こんなところにあったのか。見つかってよかったね。これで全部だよな。うん、穴のところに持っていこう。これでよしっと。何か足らなくないかな。うん、こんなもんだろ。ふう、これでいいよ、やっと落ち着いた。あれ、ねえ、僕に立派な花がなかったかな。花がつけてくれたでしょ。ソラ、花は見つからなかった。他になかったよな。俺の全部だよ。え、あー、スベン、だって落ちてたんだもん。そうだよな、俺たちも探してたんだ。食べずに見つけてくれてありがとうな。お安いご用だい。うー、最高だよ。やっぱり花がなくっちゃね。でもさ、なんでこんなことになったんだ。それが奇妙な動物。いや、あれは魔物だな。俺は離れていて助かったんだが、魔物はオラフをバラバラにしていったんだ。やっぱりね。ハートレスの仕業だ。うん、ハートレス。うん、あの魔物、狼よりも厄介そうだった。クリストフ、あれ。また現れた。もうバレバレはやだよ。ハートレスは俺たちに任せろ。アナとクリストフは先に行ってくれ。わかった。え、でも、よっしゃ。俺たちも行こう。エルサの力で国中が雪と氷に包まれたの。国中が？エルサなら元に戻せるでしょ。いいえ、無理よ。やり方がわからない。できるはず。絶対できるよ。アナたちはお城に入ったみたいだな。やめて！そうだ。大丈夫？平気、何でもない。でも何か悲しいことが起きたような気がする。あなたたちが無事ならいいけど。何？やめて！殺しなさい！危ないよー。
走りが来るよ。うわあ、ちょっと人のこと投げるなんて絶対許せない。おいおいおい、カッカすんな。離してよ。落ち着けよ。いいからほら落ち着けって。分かった、あんな雪男ほっとけって。分かった、よかった、うん、あ、おいよせ。ほら見ろ、あいつ怒らせた。ここは僕に任せて、逃げて。あー、ダメダメ、お前じゃないって。俺じゃ何でもできないね。ここは俺たちに任せろ。あとはよろしく。あれ、グーフィーは？ソーラー、いいこと思いついたよ。何しちゃうんだよ。あ、そっか。ソーラー、せーの、グーフィー今だ。うわぁ、すごいぞ。ここでやっつけるぞ。今の、それ、イエーイ。雪ってふかふかだからさ、何度落ちても平気だよな。もう落ちてばあり。いや、もう一回くらい落ちるかもね。もういいよ。あなたたち大丈夫だったかな。あいつに捕まってなきゃいいけど。お城にいれば会えるかもしれないよ。そうだな。それに俺たちエルサに会いに行ったんだよな。会えなかったもんね。もう一度氷のお城に行ってみよう。ん？あれ、エルサだよな。あの人は誰だろう。エルサのお城の人が迎えに来たのかな。どう見ても迎えに来たって感じじゃないぞ。あ、あ、あ、見て。あ、いや、ミニー追いかけよう。お前、あなたたちに何かしてないだろうな。え？うん、そう。ちょっと待てよ。
お前もエルサを探してるのか。うわあ、待てって。俺たちもエルサを探してるんだ。悪者にさらわれたんだろ。エルサ、きっとエルサを守りたかったんじゃないのかな。じゃあ俺たちと一緒に行くか。そうだ。だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。そうだ。誰とでも友達になれるのがソラのいいところだね。まあね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。やめろって。ほら降ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ、ソラ、大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきりお似合いだったよね。僕と天使。おじょじょじょ。なんだ。アナ。エルサ。エルサがあそこにいるのか。エルサとアナがあの城に。急ごう。よし、吹雪が止んだぞ。エルサとアナ、大丈夫かな。急ごう。
バナは助かるかな。わからない、わからないけどやるしかないんだ。アートリスを倒そう。ようね、ラクシーヌ。想定外だけどこの世界には二人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を七人揃えられなくても私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったらちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければエルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな、さっきの力があれば。アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの。大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ？そうよ、愛よ。
遅くなってごめん。ううん、急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者として空と一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました。空の中にベントゥスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから、確かな情報ですよ。それならベントゥスを助けられる。でもベントゥスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いやでも。ソラは目覚めの力は取り戻したのか。いえ、多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いや、やっぱりインシッド様が言ってた通りだから。空なら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。ソラは俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから、後から追ってくれ。ああわかった。でも無理しないで、何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理というか無茶ですけどね。イエンシッド様の言うことは聞かないのに、リクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続き空は力を取り戻すことに、王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。はい。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。
いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ、何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作。その後もう一体、空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子、そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけ者かな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が有意だからな。任務ってまさかシグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。うん。うん。